皆さんこんにちは。スポーツ大好きスポーツドクターの岩井優作です。今日はですね、私が行っている、初動負荷トレーニングの体感について、お話しさせていただきたいと思います。実際の感想ですね。私は、初動負荷トレーニングのジムに通い始めて、今これで、約2ヶ月が経過したところになります。イチロー選手も行っている初動負荷トレーニングなので、スポーツドクターとして一度体感しておかなければならないという気持ちで入会をしました。実際に使ってみて感想なんですけれども、その時実は私はテニスの怪我で右肩と左膝が痛めていました。それでそのリハビリの効果も実感したいということで入会したんですけれども、まず体幹として初動負荷トレーニングを行うと、一つは全身のですね、柔軟性というところは確実に高まるかなと思っています。実際に立位体前屈、こういう前屈をして、使用前後で測ってみるんですけれども、だいたい私の場合は3センチぐらい、やる前とやった後で変化が出ます。ですので、私の場合は試合やトレーニングで体に疲労感があって体が硬いなというふうな感じがしている時に、できるだけジムに行くようにしています。でもう一つ感じたことは、体の動き方が少し変化が出るということですね。具体的には感覚として体の中心から骨盤や肩甲骨を動かすような動きでエネルギーを出そうというような体に変化をしていきます。それまで私はですね、テニスをするときに結構手の力に意識を向けて、左手とか右手の動きに意識を向けて、手でしっかりとインパクトしていくような打ち方をあえてトライしていたんですけれども、そこで右肩が痛い状態ですね。その手の力が入らなくなって、体幹を使わなければいけない状態がその初動負荷トレーニングによって起こりました。そうすると、最初の段階では逆にこう肩の痛みが悪化するような感覚があったんですけれども、それから、やはり体幹をうまく使う、体幹の安定性や動きっていうのが重要だなというふうに感じて、体幹のトレーニングを行ってだいぶ今筋力がついてきたところです。そうするとですね、初動負荷トレーニングのいいところがより見えてくるっていう感覚で、骨盤や体幹、そして肩甲骨から力を出して、それを末端に伝えていくことができるようになってくるので、末端の力が抜けやすくなってくるような感覚です。もっともっとこの初動負荷トレーニングを続けて、どういう変化が出るかというのを試していきたいと思います。以上です。ありがとうございました。